This shit is super raw. じゃあ、これから質問でも多かった翔吾さんといえば型という、まあ、翔吾さんが普段やってるところと意識してる部分、まあ、はい、お願いします。型ね、まあ、すごいアプローチ難しい部位、動きこそ単純なんですけどアプローチがすごい難しい部位、はいはい、からとか考えてますし、今悩んでらっしゃる方非常に多いですね。僕はその一人です。型が弱くて、まず撫で型っていう時点で型が見えづらくて、翔吾さんに言われてからめっちゃやってますもん。だそのおかげでサイズはちょっと大きくなってきました。はい、そうですね、まあ、頻度ねすごく大事だし、頻度まず弱点部位に関しては型に限らず頻度を上げるっていうのは、まあ、おすすめ一旦してます。あ、で頻度を上げる、そうですね。であと、まあ、そもそもそのしっかり使えてるかどうか、はい、フォーカスアプローチできてるかどうかっていうのが大事なんですけど、はい、まあこんな風なサイドレースになってる方が結構多くてですね、まあ、今これ肩のサイドにも入ってるんですけど、はい、まあ、5割ぐらいはもう僧帽筋の力使ってダンベルを上げてるような肩まで上がっちゃってるんですね。そうです、そうです。だから肩甲骨がすごい動いちゃってる方、あとは、まあ、まあこういうやり方もあるんでしょうけど、はい、L 字に持ってサイドレースをすると、まあ、こういうやり方も僕からするとちょっと間違いというか、まあ、理にかなってないんじゃないかなと思う部分が多々あります。はいはいはい、あとはそうですね、まあ、もう体自体がこう動いちゃってるシートね。そうですね、状態のこう前後の動きを使ってダンベルをもう上げてる、まあ、重たいのはまあ上がるでしょう多分ね。重たいのも好き、僕もやるんですよ、追い込みの時に。 はい、それはどうなんですか。まずストリクトなフォームでやって途中からっていうのはいいと思うんですけど、初っ端からそういうフォームになってる方はもうアウトですね。 NG ですね。正しいフォームで一回見してもらっていいですか。まずまあ、まあ、いろいろやり方ある中で僕のやり方なんですけど、はい、まあ、まず肩甲骨ですね、上がらない、はい、しっかり仮定した状態ですね、はい、はい、でかつ、姿勢っていうのは丸めないように、いくら肩甲骨が降りてても体丸まってしまっては入らないですね。はい、入らないので体をしっかり落とします。はい、で目線と、目線を少し上げてあげますね。あ、目線上げるんですね。上げると、顎が上がります。はいはいはい、はい、顎が上がると肩が落ちる。肩落とさないといけない。なんで肩落とそうじゃなくて首を長く、目線を上げて顎を上げて、その結果首が長くできる。はいはいはい、首長くすることによって肩が勝手に落ちます。ストレッチかかりますよね、首に。はい、でこの状態でダンベルを、体の体側の横で、はい、上げて、肩甲骨を上げない、上げない、全く上げない、はい、キープしたまま。確かに動けないですね、全く、はい、状態の動きも前後の動きを入れずにこのまま直立のまま、腕はあまり曲げずに、曲げずに、まあ、ちゃんと収縮させてまで伸ばす必要ないんですけど、はいはいはい、ちゃんと収縮しない程度に、まあ、ダンベルは自分の体からなるべく離してあげて、しかよりも遠い方が負荷取りやすい。そうですね、要するにさっきの L 字のサイドレッグっていうのは自分の体にダンベルがすごい近づいていて、はいはいはい、負荷が弱い状態ですね。これが離れるときつくなりますから。きつくなりますね、はい、
きつい運動をしてあげないといけない。はいはいはい。まあ、これも回数は数えずに、そうですね、きっちりストリップのフォームでやった結果、終わってみたら10回だったとか12回だったとか、まあ、時には8回だったっていう、結果的に回数がそれぐらいで収まるっていうだけの話で、まあ、初めに回数決めちゃうと、まあ、ゴール行くためにやっぱり1回1回ちょっと適当になってしまう。あ、1回1回に集中して、そうですね、その結果8回だったり10回だったりっていうの、そうですね、そういう回数が先行型にならないように、あ、目標にならずに、そうですね、フォームを目標としてやる、やっぱ心理的に10回やろう12回やろうってやっちゃうと、やっぱそこをゴールにやっぱ人間設定しますんで、確かに、まあ、そういう感じで僕はやってます。重量はだいたいどこから始まって、まあ、どの辺ぐらいまでですかね、やるとしたら。僕はでもこのやり方だとそんなやっぱ重たいの上がらないんで、確かに、もう8とか8キロ、まあ、10とかここぐらいからですね。これぐらいかな。10キロぐらいかな。10キロぐらいからです。ほう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 。確かに肘を曲げると重量は確かに上げれるんですけど、伸ばすと上がらないですね、そんなに。で、上げる時のその腕の角度、真横ぐらいなのか、少しもうちょっとその、あ、まあ、床とちょうど平行ぐらい、ここが一番最大限収縮かかってるポジションなんで、はい、ここまでは必ず行かないといけない。必ず行かないといけない。理想じゃなくて必ず行かないといけない。ほう。ここ逃すとサイドレイズのメリットの、そうだな、もう半分以上は失ってると思う。考えてもらっても、ここまで行ってやっと最大限効果を入れる種目なの で、そっからさらに上に行くことは、いや、これはもう必要ないですね。あ、必要ないですね。ここから上はもう必要ないです。あ、まあ、肩に異常な負担かかるし、まあ、負荷もだんだん抜けていくと思いますね。あ、当たりはしますけどね、ただその、はい、負荷がかかってるかっていったら別に、そうですね、体から一番離れたところが一番負荷がかかってだんだん弱まっていきますよね、負荷は。確かに確かに。ここも同じでだんだん弱まっていって、ここに行った頃にはもう肩への負荷っていうのがかかってこない、はい、何より危ないですね。まあまあ上がると確かに肩怪我しますよね、そんな上がると、はい、例えばプレスで意識することありますか。プレスももう一緒なんですよ、まあ、これも一緒で、肩がやっぱり上がってしまうと、上がってしまうほど上まで上げる必要ないし、ボトムも僕はもうずっと負荷を乗せ続けるっていうトレーニングなので、はい、ここから下にでも行かないようにしてます。水平ぐらい、はい、多分一般的に言われてるのはもうフルレンジで大きく動かしなさいと、はい、こういうやり方が推奨されてると思うんですけど、僕はもうここから先は負荷が抜けると考えているし、確かに上げすぎても負荷が抜けると考えているので、間ですよね。そうですね。いや、曲がった状態でフィニッシュ。私ボトムはここに設定します。あ、あと、まあ、この運動もそうなんですけど、ネガティブの動作、下ろす動作っていうのも結構時間かかってあります。はい、上げる動作に使った時間の倍ぐらいの時間を使って降りてる。じんわり下ろすようなイメージ。そうですね、ネガティブしっかり効かした方がいいと思います。確かに。うん、当たり前なんでしょうけど、はい、僕が話聞いてて思うのは、はい、いわゆる一般的なインターネットに流れてる情報を自分の体に取り入れるのではなくて、ね、自分の体筋肉にどう効いてるかっていうのを常に意識しながら。それが一番大事。確かに、それはほんまそうですね。結構みんな何やってるんですかって聞かれて、それをね、トップ選手の真似をして、まあ、自分もそうなりたいからっていう思いがあるからこそなんでしょうけど、まあ、何をやるかじゃなくて何をどうやるかっていうのがすごい大事なので、まあ、そのどうやるかって、どう感じながらどうやるかっていうのは、ここにもっと注力した方がいいんじゃないかなと思います。その100%のやり方が全員にはまるっていうのはないですかね。もちろんです。みんな骨格も筋肉質も違うし、早く見つけ出さないといけない自分のやり方を。確かに、はい、まあ、こういうふうに話を聞いて、まあ、これを一回ベースと取り入れてやってみて、はい、自分に効くやり方を探し出すのが一番いいですね。もちろんですね。これが意外とね、できないですよ、みんな。分かると思うんですけど。これがなくて、みんな外から仕入れた情報をただ単にやってみて、それと違う人を見たらそれが違うっていうことをみんな結構判断するんですけど、そうじゃなくて実際やってて効いてるかどうかが一番問題で、一層、ね、まあ、だからその種目ね、もうこれとこれとこれって決めてしまって、
その種目をどんどん上手になっていく、熟練度を上げていくという方が、いいんじゃないでしょうかね。みんな結構種目の数をこんだけやったからね、すごくいいとか、これだけやってるから成長するはずだっていう信じて疑わない人が多いんですけど、まあそういう問題でもないですから、ね、確かに説得力ありますね。まあサイドレースだけきっちりやり込んで本当に綺麗なフォームで負荷を乗せる、乗せ続ける、でかつ追い込んでいくっていうことができたら肩は普通に大きくなりますよ。確かに、はい、そんなプレスもね、もちろんやらないといけないし、いい種目ですけど、やっぱりこう単関節種目の方がやっぱ意識しやすいと思うんですよね。肩であればやっぱレイズ系の種目ですし、まあ、筋肉の動きが分かりやすいですよね。分かりやすいサイドレースって、やっぱりいろんな関節が関与してくると、やっぱり動作もそれに伴ってどんどん難しくなってきますし、やっぱりデッドリフトとかスクワットとかって難しいじゃないですか。確かに、はい、いろんなね、関節動員しないといけないし、筋肉も動員しないとできない種目なんで、素晴らしいエクササイズだし、やらないといけないですけど、はい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 、ことその筋肉だけにフォーカスするんであれば、単関節種目の方が意識はしやすいかなとは思います。ちなみにこれ僕からの質問なんですけど、フロント、はい、多分やり方は結構、まあ、どれも一緒やと思うんですけど、はいはい、その意識の仕方とかやり方って聞いていいですか？そうですね、フロントも、まあ、まあまずは今言ったようにレーズがすごく有効な種目の一つだと思うんですけど、はい、まあ、フロントの場合は体をこう反ってしまう人が結構多いように印象、はいはいはい、多い印象があるんですよ。まあ、こうする方がダンベルスムーズに上がるし、ふっくらに上げるんで、これがそもそも逆、筋肥大にとっては逆の動きになっていて、体はもう絶対反らしてはいけない。今はこう顎引ったんですけど、顎もサイドレースと同様引いてはいけない。まあ、やや上に前方を見てあげて、まあ、首長くしとくっていうのがいずれにしてもポイントですね。で、反らない、はいはい、反らないためにどうするかっていうと、ちょっと重心を前に持っていってあげる。分かります。前重心に少ししてあげてやってあげることによって反りづらくなってきますね。つま先に乗せるような感じですね。ちょっと乗り出した感じで少しあんまり乗せすぎても前に倒れちゃうので、はいはい、少しだけ、ね、ちょっとだけ前に体が倒れると思います、はい、これぐらいかな。土踏まずから前ぐらい持っていったら、マイケル・ジャクソンぐらいの感じですね。そうちょっとなんかへっぴり腰になると不格好やと思うんですけど、はいはいはい、こうしてあげるように僕はしてます。ちょっとね、階内させてあげると考えて、ダンベル V の字ですね。 V の字、小指さん先行で、そうですね、 V の字にしてあげて、今起きてたポイントを全部押さえて下まで下げない、そうするとこういうレーズ。それやっていいっすか？ちょっともう下げすぎてるんで、途中で止めましょう。胸は出さなくていいっすか？ん？胸、胸張っときましょう。ちょっと張る感じ。しんどい。しんどっ、絶対ちゃうわ。間違いないっす。めっちゃ入った。今まで一番入ったっす。これ入りますね。体勢ちょっとしんどいけど、ちょっと体勢変えるだけで変わってくるんで、確かに、うん、お、すごいすごい、これめっちゃ入った。これやりましょう。これは万人でもやってもらえるんじゃないですか？そうですね、ちょっと不格好ですけどね、ちょっとなんかこうへっぴり腰になるし、ちょっとかっこ悪いですけど、はいはいはい、まあステージでかっこよくなるためにやるわけなんで、別にトレーニング中はいいんじゃないですか？トレーニングは見せつけるもんじゃない、見せつけるもん、もう裏の努力っすよね。そうですね、本当にマシンでいきましょうか。いきましょうか。じゃあこれからはリアデルトやっていきます。はい、まあこれマシン僕結構対応します。あ、結構使うんですね。結構使いますね。これも椅子の高さすごい、これむずいっすよね。俺やってて思うんですけど、難しいです。椅子の高さってなんやろ、リアヘッドやるときに一番邪魔になってくるものっていうのは、同じ背面にある広背筋、はい、まあ、細かく言うともう少したくさんの筋肉があるんですけど、配別すると背中の筋肉を同時に使ってしまうことによってリアヘッドがなかなか働いてこない。
はいはいはい、稼働しないというのが結構多いです。なので、はい、なるべくあの背中の筋力を使わないような姿勢を作る必要があるし、椅子の高さにする必要がある、うんうんうん、例えばあんまこう高い位置に設定してやってしまうと、このアームのポジションが、まあ、極端に言うとこう下方向になってしまうので、脇が結構閉じてしまうんですね、うんうんうん、そうすると結構背中の力が動員されやすくなってくるので、もちろんリアを意識して動かしていくんですけど、やっぱり同時に背中も使ってしまうっていうのが、はいはいはい、やってはいけないポジションですね、うんうんうん、でこれを結構下に下げてあげると、はい、今度は脇の角度が変わってくるね、ちょっと上に上方向に広がったのが分かると思うんですけど、はいはいはい、そうすると脇が開きますね。そうですね、脇をしっかり開けるっていうのがポイントです。開けてあげると、広背筋ほぼ動員せずにギアヘッドだけでこの運動ができちゃいます。もう水平より少し上に上がる感じですね、はい、そうですね、重量こそやっぱ落ちるんですけど、まあ、それは正解やと思うんですよね。重量やっぱここだけでやってるから重量が落ちるっていうことになるので、確かに筋肉自体はギアってすげえちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいし、そんなに強くないんで、うんうん、そんな上がっちゃうのがまあそもそもおかしいんですよ、ね、確かに他の部位をどん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 動員して重たいの上げてよしってやりたいのか、ここを肥大させたいのか、肥大させたいんであればここだけやっぱり使ってあげて正しい姿勢を作ってあげる。重量はこれぐらいですか。あー、そうですね、大体前後、うん、まあ、これかもう1枚ぐらいかな。まあ、とにかくネガティブしっかりゆっくりと下ろしてあげて、まあ、こんな感じで。肘はちなみにあまり曲げない方が、曲げない方がいいですね。完璧に伸ばすぐらいどうなってました。ほとんど伸びてますよね。あ、そうそうそう、ちゃんと収縮させる必要もないですね。ここまでギュッてやっちゃうとやるほどはないけど、多分怪我し、肘関節で多分やられちゃうんで、ニュートラルです。ちゃんと収縮しない程度に目いっぱい伸ばしてあげる、はいはい、僕はこれ以上伸ばそうと思うと、うん、収縮させないと伸びないんですけど、ちゃんと使ったらアウトって言うんですね。ちゃんと使わない、あ使わない程度に遠くに伸ばしてちなみにこのタンクトップはどこのやつですか。これは僕が作ったのオリジナルブランド、名前は何て言うんですか。あのスタッドファクトリー。この由来は何ですか。由来ですか、まあ、あのファクトリーっていうのはあの、まあ、工場っていう意味なんですけど、はいはい、スタッドっていうのはその、まあ、アメリカのスラングで、まあはい、イケメンとか、まあ、セクシーな男性とかっていう、まあ、そういう意味ですね。このウェア、アパレルを通じて、まあ、そういう男性を世に送り出していこうという、こういうコンセプトです。もうこいつを着てちょっとモチベーション上げてトレーニングやってほしいっていうのも、はい、そうですね、はい、でこの形とかっていうのはどうなんですか。だからこれは僕が自分で一からパターン作ってて、一番まあ綺麗に見えるようなあのラインに自分なりに考えて作ってますね。バック結構大きく開いてて、確かに背中もめちゃくちゃこの入り方超かっこいいですね。すごいよく見える。まあ、結構開き具合とかここの太さとかも結構こだわって作りました。あんま細すぎてもね。確かに、はい、一般的に見たら細いと思うんですけど、これ太いと細いのって全然見え方違いますね。そうですね、トレーニーにはまあいいんじゃないですかね、これぐらいは。これかっこいいっす、めちゃくちゃ。お疲れ様でした。お疲れ様です。僕らこのレクサーであのトレーラーしてます。はい、翔吾さんもゲストトレーラーとして。そうですね、はい、やってるので、まあスケジュールとかっていうのはもうその人があの望むタイミングであれば。そうですね、あのホームページ、僕の場合であればホームページありますので、そちらから問い合わせフォームがあります。そちらで問い合わせてもらったら事務局の方から返信するような形で、で日時の調整をして、当日お越しいただくという流れになりますので、はい、はい、それで大丈夫です。はい、わかりました。僕もやってるんでよければぜひ示してください。はい今日はありがとうございました。ありがとうございます。
疲れた大して何もしないけど今回の、まあ、レクチャーためになった面白かったと思ったらぜひいいね残してください。そして翔吾さんインスタグラムやってます、よければフォローしてください。お願いします。そしてウェブサイトがあるんですよね。そうそう、僕のホームページあります。そこからまあショップに行ったりとかインスタグラムにも飛べるし、うん、いろんなところリンクしてますんで、あとよろしければチェックお願いします。はい、はい、あの気になる人はこのシャツサイトもあるんですか。まあスタートファクトリーのサイトもあります、はい、あるんですよね。はい、で気になる人はそこで服チェックしてください、うん、チャンネル登録も忘れずにしていってください。で次回は、インタビューをエピソードして作るので、以前もらったあのコメント欄でもらったやつを僕が聞きます、翔吾さんに。なのであのぜひそれも見ていてください。では今回のご視聴ありがとうございました。では次のエピソードでまた会いましょう。さよなら。